政府が緊急対策に国費での給食費の返還を盛り込むことが分かりました。明日発表される緊急対応策の第2弾には休校中の給食費を保護者に返還し、費用のほぼ全額を国が事実上負担することが盛り込まれる見通しです。給食事業者や牛乳、食品関係の業者にはフードロス対策費などを活用して損失補填します。また大規模イベントの2週間自粛要請については当面延長する方向で調整されています。